この逆子になるのはどうしてなんですか。まあ赤ちゃんがお腹で痛い場所だから、それだけ。痛い場所？そうそう、そのポジションが好きなのね。たまたま、そう、自分が好きな体勢でいるっていうことですか。そう、おー、そうなんだ。そう思ってほしいの。ね、だからね、やっぱ逆子、私はなんで私の子は逆子なの、なんで私は手を正解なの、私は自然文明なんでできないのって、こうね、みんな悩むお母さんがいるんだけども、はいはい、逆子になるのは誰のせいでもないし、赤ちゃんがね、お腹でそのお母さんの中でそのポジションにいたいんだよって、ただそれだけのことなんだからさ、ね、それ以上ね、思い悩まないでね、いてほしいっていうかね、ちょっと回転してちょうだいって言ったら回ったりはしないんですか。直前にね、本当に、もう明日手を正解ですねって直前に戻る人も2人3人はね、2人3人っていうか、割合は少ないけどもね、いるから、それにね、僕もだから入院した日は最後もう一回確認しますよ、逆子治ってないかとかね。赤ちゃんが俺は手を切開、私は手を切開嫌だって戻る人も、戻る子もたまにいるからね。ね、逆立ちしたら逆子治りますかってお母さん言うけど、なるわけないからね、逆立ちをね。はい、北条先生、教えて北条先生のインタビューをお送りしました。今日は逆子についてのお話ね、面白かったですね。そっか、逆子に別に理由はないんだと。ただそっちの向きに向きたかったからっていうね、赤ちゃんが。そうなんでしょうね。私の妹も出産ギリギリまで逆子で、また戻って、じゃあ OK ってなって、でまた逆子になってみたいな。よくこうやって繰り返してね、産む直前まで、ああ、もう帝王切開にするのか、そのまま産めるのか、自然分娩なのかみたいなね。もうドキドキしてる人よく聞きますよね。そっか、どうしたらいいでしょうね。でもそっか、昔はその逆子でも普通に分娩する技術が普通だったんですね。もう今はもう何かあったらっていうことで帝王切開になるけどっていう話ね。そうなんですね。それは知らなかったですね。まあね、そうそうそう。今ね、現在逆子で、いや、どうしようってなってるお母さんもいらっしゃると思いますけども、あんまりもうこれは気をもんでも仕方ないようですね。はい。そうらしいので、まあね、元に戻ってみるみたいな声かけしたりとかしてね。まあ構え、なんかゆったりしてると戻ったりするかもしれないですね。はい。計り知れないですね。あと最初の方に北条先生が、ね、だいぶラジオのおかげで、親しみを持たれるようになったということで、ね、嬉しいですね。ね、病院の先生って、この、なんか、怖いイメージあるじゃないですか。なんかね、もう、何か怒られるんじゃないかみたいな、診察室に入るのってドキドキするんですけどね。ちょっと、前もってね、お声だけでも知っていると、で、こんな喋り方もされるっていうのが分かってるとね、で、冗談をね、このインタビューの中でおっしゃったりとかもしていることありますのでね、だいぶね、確かに、そういう怖いなっていう気持ちはね、なくなるかなと思いますね。はい、よかったなと思います。はい、今日は逆子のお話をお伺いしました。素朴な疑問とかね、何でもいいので、北条先生に教えてほしいなということがありましたら、お気軽にメールで送ってください。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。では、この時間は、今産休中の能見あずささんに、残りの時間電話したいと思います。今日出てくれるかな？あずささんね、もう、臨月なんですよね。これか。かかるかな？もしもーし。もしもーし。おはようございます。おはようございます。あずささんですか？ちょっと悪いかもしれないけど。はいはい。まあ今日も元気な声で。はい、まだ生まれてないですよ。まだ生まれてないですか。はいはい。どうしてますか、最近は。毎日ランチに行ってます。いや、いいですね。大丈夫かな。ちょっと体重の増加がやっぱり気になりますけど。はいはい。今のところ、プラス7キロで。
収まってるので。ああ、いいんじゃないですか。ね、あと、もう今、38週に今日から入ったんですけど、はい。あと、まあ、2週間では出てくるので。うわぁ、いよいよですね。10キロ内には、うん、収まるかなと。はいはい。へぇー。でもね、また生まれてきたら大変、こう、やることもいっぱいになるから、今のうちランチ楽しんでね。ねえ、でも一人目の時が、毎日楽しみすぎて、はい、体重が全部で15キロ増えたんですよ。はい。ちょっと多いです ?15 は。そう、だいぶ、ね、だいぶオーバーしてるから、今回はちょっと気をつけて、しっかり動きながら、頑張ってます。じゃあ運動もしてるんですか?運動は週に1回マタニティヨガに、通ってるんですけど。ああ、いいですね。うん、結構汗もかくて、やっぱ妊婦さん、動かない人もやっぱり一人目の時は多いけど、はい、産婦人科の先生もしっかり体は動かす筋肉はつけた方がいいっていう話で、はいはい。1回だけは。へえ、そっか。なんかつわりとかそういうのは大丈夫ですか?もう後期のつわりはね、うん、ないので、うん、あともう少し赤ちゃんが下がってくればもっと美味しくご飯が食べられるかなっていう。ああ、使えて?まだそう、上の方に行って下がって、してなくて生まれる兆候がまだないから、じゃちょっといっぱいは入らないかなっていう感じですね。あ、そうなんですね。はい。へえ。じゃあね、つわりもなかったらこうやってヨガもできるし、いい感じですね。快適妊婦生活です。ああ、やっぱりね、ちょっとでもなんか体調ね、あったりしたら運動したいけどできないっていう方もね、うん、いらっしゃるかもしれないですけどね。確かに、まあでも無理はしない方がいいから。うん。うん。またマタニティ何々とか行くと、その同じぐらいのね、妊婦さんと出会えるから、お友達もできていいんじゃないですか。そう、で、なんかいろんな知識ももらえたりとか、はいはいはい。するから、心強かったり、うん。産む時のイメージもできるから、ああ。やっぱりいいですね。うん、同じ状況の人とね、お話できたらいいですよね。とっても。はいはい。うん、本当はこんなに元気だったらまだ放送できたんじゃないかって感じだけど。本当ですね。もう余裕な感じですね。だいぶだいぶ余裕で。はいはい。来週はもしかしたら産気づいてるかもしれないけど、うん。いやー。本当ですね、これね。週1回しか電話できないから。そう。何やってるかわかんないから。予定。陣痛が来たらきちんと連絡入れますので。あ、わかりました。なんかね、生放送中にみたいな今なんか来たかもみたいな。あ、生まれるとか言ってね、リアルにねやってみたいですけど、ね、一言みたいな、ね、はい、なかなかできないことだから。はいはい、そっか。じゃあ予定日がもう2週間後です。24日、わかりました。はい、2週間ないか。うん、わかりました。どうなるでしょう。カウントダウンということで、はい、リスナーの皆さんも頑張ります。はい、みんなね、応援してると思います。え？よろしくお願いします。わ、はい、かりました。はい。じゃあね、あとは妊婦生活、ゆったりとね、無理せずにお過ごしください。はいはい、じゃあゆきさんもよろしくお願いします。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。また来週。はい、また来週。はい、はい、ね、あずささん元気、バリバリ元気でしたね。まあでもね、本当にカウントダウンなのでね、こちらもドキドキがちょっとしてきましたけどもね、来週どうなりますかね。はい、では今週も赤ちゃんいらっしゃいお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングです。赤ちゃんいらっしゃい、どんどんね、皆さん何の疑問でもいいので送ってくださいね。メール、ツイッターもお気軽に書き込みしてください。あ、かっちゃんからあずあずって来てますね。ね、あずささん、ちょっとこの一瞬でもね、声聞くだけで嬉しいですね。元気そうでよかったですね。はい、元気な赤ちゃん産めそうですね。はい、それではアイレディースクリニックの提供で赤ちゃんいらっしゃいをお送りしました。自分の中で耐えられないのでね、うん、ちょっと、まあ、今非常に複雑な気分、そこがね。そうですね、うん。